トーマス・アデス・トーマス・アデスは、英国の作曲家、ピアニスト、指揮者。イギリスが生んだ、早熟の春鋭作曲家、指揮者、ピアニストという意味で、ベンジャミン・ブリテンの再来とする呼び声が高い。ポール・バーコウィッツにピアノを学んだ後、ギルド・ホール音楽演劇学校にて、ロバート・サクストンに作曲を指示。ケンブリッジ大学に進学後は、アレクサンダー・ゲールとロビン・ハロウェイに作曲を指示。 最初の作品、5つのエリオットの風景5、エリオットランドスケープスは1990年に出版されている。1992年に最優秀の成績で大学を卒業。1993年にピアニストとして22歳でロンドンにデビューした。ソロ活動や室内楽の演奏、録音にも積極的で、これまでに アルディティ見楽四重奏談などと共演。録音では自作のピアノ五重奏曲などの CD がある。また、7時11分15秒の比率で作曲されたことで有名なコンロンナンカローのアーシュラのための3つのカノンの3曲目をナンカローがデモで残した自動ピアノのロールから自ら再布して録音している。伴奏ピアニストとしてはこれまでしばしばイアン・ボストリッチや スティーブン・イッサー・リス・ラトも共演してきた。1995年に室内オペラパウダー・ハー・フェイスの過激で露骨な性描写によって悪名を馳せる。この作品に描かれた大公妃とは離婚形争中に様々な性行為にふける写真を暴露されて1960年代にスキャンダルの家中の人物となったアーガイル公妃マーガレット・キャンベルのことであった。 このオペラはチャンネル4によって映像化され、1999年のクリスマスに英国内で放映された後、2005年のクリスマスに DVD として発売された。アデスはこの DVD のサービス映像に出演して自作の映像化についてコメントしている。還元楽曲アシュラ・アズラは1997年10月に ラトル式バーミンガム市公共楽団によって初演された。1999年の BBC プロムスでは、アデステズから BBC 公共楽団を指揮して、アッシュラのロンドン初演を行った。2002年9月7日には、ベルリンフィルの主席指揮者となったラトルによって、アッシュラのベルリン初演が行われ、EMI の DVD にも収録された。アッシュラは、 ラトルト・ベルリン・フィルの世界的な演奏旅行においてもしばしば取り上げられている。異色作品のアメリカ、予言アメリカ、A プロフェシーは1999年11月に行われたニューヨーク・フィルハーモニックのミレニアムイベントのための作品である。2004年には EMI ・クラシックスより CD が発売された。シェイクスピアの戯曲による 新作のオペラテンペストはコベントガーデン王立歌劇場にて2004年2月に初演された。2005年11月にはコッペンハーゲン歌劇場でもデンマーク初演が行われている。2006年7月から8月にかけてはサンタフェ歌劇場で米国初演が行われている。バイオリン競争曲コンセントリックパスズはヨーロッパ室内管弦楽団によって2005年9月に 上演された。2007年に、ロンドンバービカンセンターにて、回顧展が催され、サイモン・ナトル式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団により、新作、テイバットの英国初演が行われた。また同年には、王立会劇場にて、テンペストも、無事再演された。ピアノとビデオプロジェクターとオーケストラのための大作、インセブン・デイズは、現在、NHKFM による現代の音楽の、 テーマ曲である。現在は他に、オールドバラ音楽祭の芸術監督並びに、バーミンガム現代音楽集団の音楽監督を兼務しており、王立音楽アカデミーの教授にも就任している。ありがとうございます。